クラシル。クラシルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。クラシルシェフのジェイミーです。今日は少ない油で衣を仕上げる少し変わったチキン南蛮の作り方をご紹介したいと思います。それでは材料の紹介です。まずは鶏のもも肉、そして衣の材料に薄力粉と牛乳と卵、続いて餡の材料です。醤油とお酢と砂糖、片栗粉。ポイントは片栗粉を入れてとろみをつけることによって衣をザクッとした状態に保つというところです。タルタルの材料ですね。玉ねぎとゆで卵とマヨネーズとお酢と、で今日ちょっと甘くするために砂糖をちょっと入れます。砂糖と黒胡椒。ではタルタルソース作っていきます。まず玉ねぎのみじん切りをします。はじめに縦にこう切り込みを入れて、その後横に向けた後包丁を倒してまた横からこう切り込みを入れるっていうのが一般的なやり方があると思いますが、このようにそのまま刻んでしまっても結構細かくすることができます。簡単なやり方ですのでぜひ試してみてください。続いてゆで卵は白身と黄身を分けて、白身は包丁でみじん切りにします。黄身をスプーンで潰し、塩とお酢と砂糖を入れて全体をよく混ぜます。全体がある程度混ざったらマヨネーズを加えます。最後に黒胡椒を入れてタルタルソースは完成です。鶏肉の下処理をします。はじめに余分な油や皮を切り落とします。身には軟骨や小さな骨が残っている場合があるので、指で触って確認してみてください。厚みのある部分に少し切り込みを入れておきます。下味の塩をして10分程度置いておきます。衣の材料を準備します。卵に牛乳を加えてよく溶きます。ここに鶏もも肉をつけます。映ってはいないんですが、鶏もも肉は漬ける前にしっかりとキッチンペーパーなどで水気を切ります。卵液を全体にしっかりとつけたら薄力粉につけます。薄力粉をつけた後もう一度卵液につけます。そしてさらにもう一度薄力粉につけます。全体にしっかりと薄力粉がついたらフライパンで焼いていきます。フライパンは中火で熱してサラダ油を入れます。サラダ油は通常の炒め物よりも少し多めになっていますが、今回は揚げるのではなくあくまで焼くという感じですね。鶏肉の皮目から油に落とします。3分ほど焼くとこのように皮に火が入り少しカリッとし始めていきます。身の方も同じく3分ぐらい焼いたら再度皮目を焼きます。皮目がしっかりと焼けたことを確認し取り出して、フライパンに残った油は耐熱の容器に移し
フライパンの汚れをキッチンペーパーなどで軽く拭き取ります。弱火にし、醤油、酢、砂糖、片栗粉を入れます。片栗粉がすぐに固まり出してくるので、絶えずかき混ぜながら温めていきます。鶏肉を入れ、あんと絡めます。あんが全体に絡まったら、お好みの大きさに切り、器に盛って完成です。今回のチキン南蛮の特徴は、少ない油で作ることができるので、少量作りたいときに便利です。また、あんに片栗粉を入れてとろみをつけることによって、衣の食感を少し残すことができます。一般的なチキン南蛮は甘酢だれに鶏肉をつけますが、今回は片栗粉を入れた甘酢あんを絡めることによって、衣の食感を少し残すことができます。いつものチキン南蛮とは少し違う作り方のご紹介でした。ぜひお試しください。クラシルでは、今日作りたくなるレシピを毎日配信中です。ぜひチャンネル登録してお待ちください。ジェイミーでした。